ベストランキングに来ました。だから今度に来たら鹿島のおにぎりとうどんをすっごい食べてもらいたい。皆さんこんにちは、はい、ネオテクラブ聖火です。いただきます。ベストランキスタジアムに来ました。今日はアベスパ福岡最終戦ということでサンフレッチェ広島とのラストゲームになっています。現在6位なんですけれども、勝ち点は5位になる可能性があるということで、クラブ最高を更新できるように応援したいと思います。そして我々ネオンテクラは今日は KBC ラジオの中継のゲストとして、熱く熱く盛り上げていきますし、会長のステージでも登場しますので、その様子もお届けしたいと思います。頑張れアベスパ福岡。ベスト電気スタジアム最終戦ということで、人がもう4時間前に我々来てるんですけど、すごい人がいて、ちょ会場内を見て回ろうと思います。あの4時間前ですよ、いいですか。4時間前でこの人はマジでやばい。今まで何度も来とるけど、こんなに4時間前に人がおるスタジアムはなかなかない。あー、こんにちは、ありがとう。今日はね、もうなんかいろんな人が知り合いみたいな感じですよ。はい、今メインスタンドからバックスタンドの方に行こうと思います。こうやってね、遊べるところもあったりね、ガチャガチャがあったり、いろんなね、アトラクションがあるんよ。なので待ってる間も楽しめるっていうところですかね。はい、今日はバックスタンドの方にスタグルがあるので行ってみようと思います。いやー、すごい行列もできてますよ。お疲れ様です。入場列だ。もう4時間前なんやけどね、めちゃめちゃ並んでますよ。バックスタンドのエリアに来ました。ここに、スタグルがいっぱいあるエリアなんですけど、今日はねちゃんとモバイルオーダーも我々しまして、用意周到に準備しております。いろんなねご飯屋さんがあって、まあ、カレーパンとか糸島のこういうジュースがあったりね、ここに来るだけで結構福岡のグルメが楽しめるような、そんなスタグルがたくさん出店されてますよ。今はまだ4時間前やけんさ、あんまりそこまでですけど、これから多分すごいことになります。すごいことね。てかまだ準備中ぐらいの感じですね。4時間前だとまだ準備中やな。いつもだいたい2時間前ぐらいになるとすごく混むんですけど、今日は恐ろしい気がしてます。もうこの人数。はい、ウエストのうどんさんとかありますよ。選手とコラボしたうどんだったりとか、やっぱねこの柏ご飯っていうのも一つ効果はね有名なんです。炊き込みの鶏のご飯なんやけど、柏ご飯、まあ、柏のおにぎりって言ったりしますね。だからね、福岡に来たら柏のおにぎりとうどんはセットで食べてもらいたい。美味しいです。で、その他にもたくさんいろんなスタグルがあります。たこ焼きがあったり、ポテトがあったり、焼き鳥があったり、こちら鉄板焼きさんですね。前私食べました。いいですね、美味しかったです。で、焼き鳥があったり、焼きそばがあったり、もういいですね。ここでこう作ってくれるの美味しそうやな。好み焼きがあったり、あ、もういい匂い。めちゃめちゃいい匂いです。めちゃめちゃいい匂い。こちらはですね、ラーメン屋さんがありますね。美味しそう。おつまみチャーシューとか、美味しそうだな。あ、選手コラボの、そう、担々麺もありますよ。いいですね。これやっぱ選手コラボのやつやっぱ欲しくなるな。おめでんさんですね。まだ準備中です。選手とコラボしてたり、今日のパッケージで売ってたりとか、いろいろね、毎回来るたびに楽しめるんですよね。まだ4時間前やけ、準備中ですね。店長、お疲れ様。今日すごい人ですね。やばいですよね。4時間前ぐらいに来たのに、あっちやばいなと思って。ですね。今日は勝ちましょうね、最終戦。また後で来ます。ありがとうございます。あ、
勝ちましょう。よかったらどうぞ。はい、ありがとうございます。今日勝ちましょう。ございます。はい、っていうようなね、今日はなんかもうほぼ知り合いぐらいの感じですけど。お団子屋さんもありますね、今日北斗さんの。今日はね、ゲストで、ヘローでいらっしゃってる北斗さんのお団子屋さんもあります。ちょっと北斗さんにお声掛けしようかな。今日も鼓団子さん。すごいたくさんの今日はお団子がいつもより並んでる気がしますよ。美味しそう。今日のおすすめ聞いてみよう。北斗さん。お疲れ様です。今シーズン調子いいですよね。良すぎでしょ。優勝したし、ありがとうございます。お団子ゲットしました。北斗さんのところで今日も買いましたよ。新作のね、おまんじゅうもゲットしまして、今年も北斗さんに大変お世話になりました。いいシーズンだったねって振り返りましたので、またね、来年に向けてのファンだったんじゃないかなと思います。今一遊さんってスタグルに並んでます。楽しみ、初めて買うラーメン屋さんみたいなんだけどね。今日はおつまみチャーシューをゲットしようと思います。ありがとうございます。美味しくいただきます。おつまみチャーシューをゲットしました。ありがとうございます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 。でもたくさんいいですねって見てくれて、西スポの記事も読んでくださってるみたいで、あー、入ってよかった、よかったです。ステッカー今日も配ってるんでもらってください。ありがとうございます。今日勝ちましょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとロマンカップのトロフィーが掲げてあります。あれ、私は写真撮れるっていいよね。本当にすごいね、列ができてますよ。だってトロフィー撮れるんだもん。いいよな、すごい列です。今日はですね、ヘビサポのあの聖火さん、あと連れの方皆さんこんにちは、はい、ネオテトラム聖火です。お邪魔します、会長、すいません、はい、とんでもないです。あと連れを連れてきました、はい、すいません、ね、もういつもギター持ってる、今日ないんですか。あ、そうですね、今日はあのただ聖火さんのマネージャー役として。マネージャーで、わかりました、ありがとうございます。はい、撮ってきました。改めてルヴァン優勝、本当におめでとうございます。中村北斗さんが販売されてる鼓団子、今日もゲットしました。今日新作のこのお芋のふかし芋の、おまんじゅうをゲットしましたので、これをいただいていこうと思います。今日も北斗さんとも喋らせてもらって、今シーズン良かったですねっていうね、お話をしたんですけどもね、つって販売するときにお話できるのもいいですよね。いただきます、お芋がぎっしり。うん、芋、芋、おいしい。これはね、ほっこりする味ですよ。スタジアムってなんかやっぱりガッツリ系のグルメを食べたりすると思うんやけども、これね、ほっこりした、ほっこりした和菓子、いいですよね。おいしいです。ベススタ定番の肉の梅膳さんのチキンカツ、今日はジョーゴ選手と亀川選手のパッケージということで、我々1個ずつ買いましたよ。嬉しいね、最終戦ね。
来年はキングに報酬がついたユニフォームを着てもらいたいなという思いを込めて、そして今日勝ちますようにという意味を込めて食べます。いただきます。ザクザク、音聞こえるかいな。めちゃめちゃサクサクです。やっぱね、美味しい。そしてこのボリューム感、やっぱね、メス下に来たら食べないかんなと思います。今日も美味しい。続いてチーズカレーパンです。これ大好きでね、2回目なんですけど、もう中にチーズいっぱい入ってるんですよ。食べます。ザクザクジューシー、美味しい。カレーがめちゃめちゃ美味しいですね。チーズがいっぱい入ってる。ほんと美味しい。揚げたてなのね、ザクザクだし、カレーとチーズのバランスがいいんですよね。スパイシーだけども味わい深くて、ほんとに美味しいカレーパンです。片手で食べれるのもいいですね。ジユさんのおつまみチャーシューを買ってみました。初めてなんですけど、すごい美味しそうで、もともとラーメン屋さんなんですよね。絶対美味しいはず。いただきます。柔らかい、柔らかい、美味しい。さすがラーメン屋さんのだけあって、チャーシューへのこだわりというか愛を感じますね。めちゃめちゃ柔らかくて、噛めば噛めばチャーシューのね、お肉の旨味がぎゅっと広がってきて、すごい美味しいです。おつまみチャーシューとね、いう名前なだけに、本当にね、これ片手にこっちビール持ちながら交互に食べたいお味です。美味しいです。